ということで始まりました節約大全公式チャンネルの時間ですけども、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ今日台本をちょっと、うん、まあ本当のね正規の撮影の前ということで一個お話をしたいんだけどさ、はい、ロンドンがうるさいのよ。お前らライブ配信やれよっていう。ライブやれ、最近やってなかったですね。確かに。だからちょっとライブやらないといけないなと思って、ライブを決める打ち合わせを動画にしちゃおうっていうそういう企画それで台本がないですね。そういうことでした。ライブを決める動画をライブでやる、うん、あ、次のライブはこうやりますっていうライブもう配信しちゃえ。あ、これは今ね、いつがいいですかみたいなね。ちょっと一個思ったのが、はい、やっぱり香港の日ですよ。あ、香港の日、グローリーベースと、とピクシーナイト、ピクちゃんも行く。そういうことよ、はい、2人も出るからね、はいはい、予定はどうですか、アキラさんの予定とかどうですか。いつですか。いいからだから本当に予定は問題ない、2人の予定は問題は、はい、日にちはいつの、あ、12月の、12日です。いついつの日かねそうね、いついつのうわあすごい。この日さ、もう何かある、珍しく、おう、今の顔、本当になんかある時の顔だなと思ったよ。騙しに行った。ああ、騙されたね、コロッと。騙されちゃった。じゃあその日、2人は空いてる。はい。一個問題があってたな。そうですよね。この基地空いてない。俺、宮古島にいるんですよ、その時。俺、宮古島行くわ。あ、そうです、それだ。で、仕事だから、それも旅費は経費でもちろん。小町持ちで。持ちでっていうことだよね。そんな経費出せないよ、うちのチャンネルは。12日に飛ぶでしょ、うん、俺らは。はい。で、次の日に帰ってこれば。いや、日帰りだろ。沖縄ライブのために沖縄は楽しみない。だからもうそこはちょっともうあの二元中継をすればいいんじゃないかと。そう、俺は宮古島のホテルの部屋からで、でまあ2人はどっか別にここでもいいし、どこでもあの明さんちで、いや明ちでいや、うちだとちょっとあのエナジードリンクとかこぼれちゃうんでうちはダメです。全然ここでもいいし、屋外でやる。どこでもいい、本当にどこでもいい。だ、電源がないから。あ、そっか。なんだよ。いや、せっかくだ、でも港未来のロープウェイ乗りながらずっとこう。ああ、そうそう、ずっとね。一回1000円かかるけど。はい。何度も何度も。お金出してね。出さねえぞ、俺は。そんな金は。そうです。りょうさんからも、ね、コメントでちょっと言われてたじゃん。その中、うん、俺、あの宮古島の動画撮ったときに、うん、予約の動画。大丈夫ですか。この日はそう、あの香港国際競争の日ですけど。うん、まあだからその午後、まあ夕方っつうの。多分4時と3時と5時とか、そうですね、3時と4時ぐらいの間ぐらいでしたね、多分。そうそう、でなんかカップが5時とかからだよね、確か。その前にスプリント、いやマイルがある。ちょっと順番は順番がちょっと分かんないけど、でもバーズがなんか早いんだよ。ベーズの出るバーズが早いんだよ。ベーバーが早い。ベーズが早くてで、多分バーズ、スプリント、マイル、カップだと思うんだよ、うん、っていうことなんで応援ない。まあまあまあ、そのあたりちょっとで、俺がそのホテルでもテレビとか映んなかったら、もうそのまま2人の実況を聞きながら、どうどうみたいな、どうだ、すごいすごい、どうああっ、これ映してよ、アキラ実況するんで、あラジオのように、そうだね、アキラ実況、そう、それでアキラ実況とかしてもらって、結構センバが多いんで、センバだけど弟ですっていうのが、多分たくさん出るかもしれない。言わなくていい、それはそれは言わなくていい。何の弟なのかよく分かんないでしょ。なんかいろいろ試しで、はい、あの二元中継あれだったらいいんだよね、ストリームヤードだったら多分で、確かできたよね、できたはず、ね、できて、ね、はい、そういうのをちょっと試しながら、うん、先にちょっとリハもやって、リハやっとかないと怖いよね。いやいや、そうですね、放送事故もありそうだね。そんな感じで、だから俺らは沖縄のホテルの駐車場でさ、うん、あ、そうですね、来るの結局日帰りだよ本当に。二元中継って言っときながらちょっとドッキリでね部屋までとか行ったりしてね、勝った時にね、おめでとうみたいな感じで入ってくるみたいな。面白いですよね。そうですね、フラッシュモブとかでこう入ってきますから、ね、ああ、はい、突然ね、はい、みんな踊り出すやつね。負けたらどうすんの。負けたらもうみんな撤収です、まあ、あ、じゃあ負けたら自腹だよ。負けたら終電で帰ろう。終電じゃねえからっていうのをちょっと考えて、はい、まあいいかなと、そうすればまあいつも J さんがあの海外の競馬の時ライブやってるんで、あ、まあ、次回もやるかもしれないですけど、まあ俺たちは二元中継ということでちょっとそれで違いが出せるかな。そうですね、うん、J さんも入ってもらえんじゃない。三元中継にすればいいの、つないで、まあ、そういうのもちょっとやってみても面白いかもしれない、うん、どうすか J さん、できそうならちょっとそんなのやってみても面白いかなと思って、うん、
そうですね、はい、うん、部屋から見れればいいんだけどね、そのグリーンチャンネル、グリーンチャンネル BS が映ればいいんだけど、うん、映るでしょ、映んなかったらもう本当にたまにでもありますもんね、 BS が映んないっていうところがあるあるんですよ、あるね、高級なホテルで、あ、ありますあります、アキラなんかいつも高級なホテルと思うね、そうね、そうそう、大変です、面白いこと言えよちゃんと、はい、ちゃんと言えよ、まあでも大体寝て泊まるだけ寝て泊まるだけ寝て泊まるだけの変日を寝てしな、はい、じゃあそんな感じで、やろうと思います、はい、はい、ということで今決まりました、12月12日の2時とか2時、まあそのくらいかな、まあだからうちは、ね、奥さんと子供だけちょっと遊びに行っといてもらって、で僕はホテルの部屋から中継、はい、ということでぜひ皆さん、はい、見に来てください、ライブをやりますので、はい、この動画いつ出てるか分かりませんけども、そういうことに決まりました、はい、ということで今日はちょっとでも面白かったらぜひ楽しみに楽しみにお待ちください。高評価とチャンネル登録をして、チャンネル登録をしてお待ちください。よろしくお願いします。それでは今日も最後までご覧いただきありがとうございました。ありがとうございました。